6日午後10時、こんにちは、営業です。今日の Vlog を始めます。今日この Vlog で紹介したい商品はこちらになります。これ何か分かりますか？布に見えますね。布だと思いますけど、これはアブラサスというところがこの冬出した新商品の薄いストールという商品になります。基本的には、マフラーとかそういったものの用途で使うものになりまして、一番の着目点としてはこの部分が輪っかになってます。このように輪っかになってます。で、輪っかの下の部分はもう完全に縫い付けられています。で、これ表と裏がありまして、今こっちが表示し、こっちが表、こっちが裏で、少し裏側はほわほわとしたような感触、手触りになっていて、表側は滑らかな手触りで、ちょっと手触りが違います。で、裏側が少しほわほわとしているので、ここがかなり暖かさを保持してくれるっていうような形になっていて、使い方としては普通に、まあ、この状態で巻くとこんな感じですね。こういう形で、ちょっと音がガサガサしちゃいますけど、こんな感じで、まあ、つけると。で、この薄いストールは、名前の通りすごく薄いです。で、長さもすごく短いです。なので、通常のマフラーだとすごいカバンの中に入れたりするときかさばると思うんですけれども、この、薄いストールは折りたためば、まあどんなに頑張ってもこんな感じですね。で、これぐらい折りたたむので、コートのポケットに入れたりとか、例えばカバンの中にポイッとしまうっていうことも簡単にできます。まあ、逆に言うとカバンからすぐ取り出すっていうのもすごい簡単です。で、これが結構体温調節に役に立ちまして、よく電車の中は暑いけど外は寒いみたいなことがあるので、電車の中ではさっと取り出して、で、ちょっと外に出るときはこちらの方を簡単に巻いて使うことができます。結構いいでしょ。こちらの製品がスーパークラシックっていうサイト、まあ、これが公式のページになるんですけれども、ここで、薄いストールという名前で販売してます。で、このところで見ると価格の方が3800円税込みになってます。で、今在庫がない状態になってますので、例えば今この12月6日現在購入すると12月21日発送分という形になってます。で、ギリギリクリスマスに間に合うか間に合わないかぐらいになっているので、年内に手に入れたい方はお早めに購入していただいた方がいいと思います。で、この薄いストールになんですけれども、横の長さが68センチで、幅ですね、それが16センチで、先ほどの輪っかの部分ですね、あれが17センチになってます。だから、ここが16センチで、まあ、この幅が17センチみたいな形になってます。で、首を一つ巻くぐらいの形をとってますので、これで服の中にある空気が外に逃げないように、保温性に優れたワンループ方式で作られています。これが結構本当にちょっと取り出すだけであったかくて
非常におすすめです。値段もまあそこそこお安いのでいいと思います。首の中には頸動脈がありまして、そこを冷やさないっていうのがかなり大きいんじゃないかなと思います。でこちらの薄いストールなんですけど、色はこのチャコールグレーだけしかありません。結構他の人の評価を聞くと違う色もあった方がいいなっていう話を聞くので、まあ、確かに他の色があると、まあ、女性とかも使うのにいいかなと思います。もう室内でこれをつけてるだけでもちょっとした保温性があるので、かなり薄着でも首だけ守ってればすごく暖かいですね。で生産国は日本になっているので、かなりしっかりした縫製がなされてます。はい、今日はこの薄いストールという商品の紹介でした。これから冬がもう本番になってくるので、まあすごい寒い時はもっとしっかりしたマフラーがあるといいと思うんですけれども、ちょっとした寒さ対策にはこういった薄いストールのような製品があるとかなり快適度というのが違うと思います。ちょっとまあこういったものを持っておくとこの冬暖かく過ごせるんではないかなと思います。はい、今日はこんなところにいたします。この YouTube 面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、エギョでした。ではでは。